インスマス、インスマウスとも表記、は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州エセックス郡に属す港町であり、アーカムからニューベリーポートに向かう街道の途中に位置する、とされている。交通手段はバスのみで鉄道は廃止されている。1643年に建設され、かつては漁業、海運業、金の精錬などによって大いに栄えていたが、1846年に発生した謎の伝染病により、一夜にして住民の半数以上が死亡。漁場の荒廃なども重なり1920年代までに衰退した。近隣のアーカムの住民を含め、訪れる者は稀である。またインスマスを訪れ行方不明となる商人や役人も後を絶たない。1927年、合衆国政府による、密造酒の取り締まり、だとされる住民一斉検挙が行われ、さらに荒廃が進み、半ばゴーストタウン化している。約1マイル半沖には悪魔の岩礁と呼ばれる岩礁があり、一斉検挙の際になぜかこの岩礁に向かって海軍の潜水艦から魚雷が撃ち込まれた。岩礁に爆雷が投下されたとする話もある。この町の住民はカエルに似た独特の要望を持ち、周辺の住民から忌み嫌われている。これを通称、インスマス面、という。元はバプテスト教会やフリーメイソンなどの宗教があったが、地元で結成されたダゴン秘密教団という宗教団体が勢力を広げ、元のフリーメイソン会館を寺院として使用していた。